はい、福ちゃんです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はささっと絵手紙で、子供の日も近いということで、兜を描いてみようと思います。では、早速描いていきましょう。まずは墨線から描いていきます。墨線は墨運動の絵手紙墨を使っています。用紙はマルマンの画線紙機械すきを使っています。最初は兜の2本の角のような部分、これはクワガタというそうですね。クワガタから描いていきます。このクワガタの形は兜によっていろいろな種類があるようですね。今回は動きのある形の大きなものがついている兜を選んでみました。左右対称になっているものを描くのは両方のバランスを取るのがなかなか難しいですね。なんかちょっぴり不格好な感じになってしまいましたが、どんどん続けて描いていくことにしましょう。今回兜を描くにあたっていろいろな形を調べてみたんですが、どの形をとっても難しいので、とにかく形の正確さというよりかは全体の雰囲気で描いていこうと思います。クワガタの付け根の飾り部分を描いたら、兜本体を描いていきます。この兜本体の部分は兜鉢というそうです。兜の左右の部分の吹き返しと言われている部分を描いていきます。吹き返し横の紐で編んであるような装飾の部分を描いていきます。続いて兜を固定する紐のような部分ですね。これは忍び用というそうですが、忍び用の結び目から房になっている部分までを描いていきましょう。兜の色合いなんですが、調べてみるといろいろな種類があるようですが、基本的には黒い兜鉢に金の装飾が施されていて、忍び緒や編んでいる紐の色は朱色がベースになっているものが多いようですね。今回描く兜はちょっとその辺の流れからは離れた色合いにしようかなと思っています。忍び緒の紐の部分の質感をなんとなく描いていきます。子供の日に向けての絵手紙なんですが、昨年は鯉のぼりを描いたと思います。実は本当のことを言うと、昨年も兜を描きたかったんですが、なんとなく難しい感じがして断念してしまいました。それで今年こそはと描いているんですが、やはりなかなか形を取るのが難しいですね。ではもう片側の吹き返しも描いていきましょう。その流れで兜を飾る土台の布の部分、ふくさと呼ばれる部分も描いていきます。吹き返しあたりのデザインは兜によって様々ですよね。あまり細かく描けないので、線画はなんとなくそれらしく描いておいて、後で色をつける段階で仕上げていくことにします。この段階に来てかなり形が狂っているのに気がついてしまいます。先ほどもお話をしましたが、左右対称に描くのって本当に難しいですよね。実はそう思って最初に真正面から描くことは避けていたんですけども、それ以前の問題としてかなり形が狂ってしまいましたね。この後線の強弱など調整をしながら、なんとか雰囲気で画面をまとめていこうと思います。兜の装飾部分を描きながら、気になるところの線を整えていきます。ある程度線に強弱を持たせて力強さを強調していきましょう。あとなんとなく画面がごちゃごちゃしているので、影になっている暗い部分は墨ベタでメリハリをつけていきます。墨ベタで影を落としていくと結構立体感も感じられるような気がしますね。はい、では墨線画はこんなところにしておきましょう。続いて着色に入っていきます。着色は吉祥の顔彩24色セットから描いていきます。最初は金の装飾の部分から下塗りを行っていきましょう。色は黄土を使っていきます。この装飾部分は後から青金を使って仕上げていく予定です。吹き返し部分を描いていきましょう。色は黄土と青磁を混色した色で着色をするんですが、実際に着色をしてみると
王道単色とあまり差が出なかったので、さらに青磁を多めに混色し直して着色を行いました。次に忍びを着色します。色は青磁を使っていきます。クワガタや装飾の部分に重色を行って少し色味を濃くしていきます。吹き返しの紐が編み込まれている箇所も青磁で着色を行っていきます。ここまで来ればだいたいどんな色の兜を描こうとしているのかお分かりだと思いますが、金の装飾と黒い兜鉢に対して深い緑がアクセントになっている兜を描いていこうと思っています。吹き返しの部分に格子の模様を描いていきます。色はベースにも塗った黄土と青磁を混色した色なんですが、ここでは青磁を強いめに混色した色を使っていきます。もう一本の吹き返しにも同じように格子を描いていきましょう。この描いている格子は最終段階のものではなく、さらにこの上から装飾を描いていきます。青磁で着色した部分に重色を行って明暗をつけていきます。複さにベースの着色を行っていきましょう。複さでよく見られるのは紫色が多いと思うんですが、ここでは同系色の緑系の色で着色を行っていきます。色はやはり黄土と青磁を混色した色から入っていきます。先ほど兜の色のお話をしましたが、今回どうしてよくあるタイプの兜の色ではなく緑系の色合いの兜を描こうと思ったかというと、単純に福ちゃんの家にある兜飾りが緑だったからです。実は福ちゃんが子供の頃、福ちゃんの家には兜の飾りがなくて、当時小学生だった福ちゃんは友達の家に遊びに行った時に、そこの家には大きな兜の鎧の飾りがあったんですよね。その兜の飾りがとてもかっこよくて羨ましく思った記憶が大人になってからも鮮明に覚えていて、それで息子が生まれた時にここぞとばかりに購入をしてしまいました。その際にいろいろ見て回った中で、緑色の兜の鎧がとても渋くてかっこよく見えて迷わず決めてしまったんです。今になって思えば息子を理由にして自分のために購入したみたいなもんですよね。そんな息子ももう大人になった今では、その兜の鎧も押し入れの奥にしまわれて十数年眠っていますね。さすがに今回は鎧全身を描く勇気は出なかったので、兜だけで留めてしまいましたが、緑の兜を描くことに決めた理由はまあそんなところでしょうか。制作の方はメリハリを効かせた重色を繰り返して、なかなか重厚な感じに仕上がってきました。ポイントは明るい部分を残して暗い箇所にしっかりと濃い色を乗せ、コントラストをつけていくことでしょうか。また最初の墨線画で暗い部分に墨べたの箇所を作っておいたことも良かったのかなと思いますね。黄土で下塗りをしていた装飾の部分に青金でさらに着色をしていきます。青金は少し濃いめに塗ると不透明度が強く下の線画を消してしまうので、その性質を生かして少し墨線が太くなった部分などは青金で修正をしていきながら着色を行っていきます。吹き返しの装飾模様を黄土と青磁を混色した色で所々に濃く塗り足して描き込んでいきましょう。画面を乾かした後、上から黄土の部分に青金を乗せていきます。それ以外の装飾部分にも青金を塗り足して墨線を整えていきましょう。また逆に青金で潰しすぎた墨線を改めて墨で起こしていきます。では背景を描いていくことにしましょう。兜が地味で重々しい色合いでまとめているので、背景は明るく見せて兜とのコントラストをつけていくことにします。色は先行機と上司を混色したオレンジ寄りの朱を使っていきましょう。画面下部から上部に向けてグラデーションをつけていきます。また上部は先行機のみを塗り重ねて、さらに明るく画面を持たせていきましょう。はい、では背景が乾いたら絵の方は完成です。続いて言葉を添えていきましょう。
今回は子どもたちの成長を願って、ぐんぐん育てたくましくとしました。では、落款をして完成です。はい、今回は子どもの日が近いということで、兜を描いてみましたが、いかがだったでしょうか。今回の動画が良かったと思っていただきましたら、ぜひチャンネル登録を、また感想やコメントなどいただけたらとても嬉しいです。では次回、福ちゃんのお絵かき工房でまたお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。